ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、この前自称元ヤンキーの人と話す機会があったんだけど、その人が若い頃は校舎の窓ガラスを割るわ、バイクを盗むわ、尾崎豊の歌みたいなことを、現実にやっていたみたいなんだけど本当かな。その人がやっていたかどうかはわからないが、過去のヤンキーがそのような行いをしていたことは事実だぜ。恐ろしい時代だね。なんでそんなことをしていたのかしら。まあ一言で言えばそういう文化だったんだ。どんな文化よ。霊夢は知らないと思うが、ヤンキーブーム最盛期の1980から90年代には、今の人は信じられないようなヤンキー文化が根付いていたんだ。よし、それじゃあ今回は令和じゃ考えられない昭和、平成のヤンキー文化を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初にヤンキーの髪型について解説するぜ。そうだな。アイパー、パンチパーマ、ニグロなど、様々なヘアスタイルが流行ったが、やはりヤンキーと言ったら、リーゼントヘアが定番だぜ。リーゼントと言ったら、あの鶏のトサカのように突き出した前髪がインパクト大よね。ヤンキーを知らない若者たちは、あんな髪型見たら目が釘付けになるんじゃないかしら。だが意外に勘違いしている人が多いが、あの前髪のボリュームがある箇所は、ポンパドールと呼ばれるんだ。え、じゃああの髪型はリーゼントではないの？リーゼントは後頭部の髪を横に流してぴったりと合わせている箇所を指す。つまりヤンキーたちがしていたリーゼントは、ポンパドールとリーゼントを組み合わせた髪型だったんだ。へえ、それは一つ豆知識が増えたよ。ちなみにリーゼントもとい、ポンパドール&リーゼントが流行ったきっかけって何なの？きっかけは1950年代にエルビス・プレスリーの影響で世界的なブームになったことだ。さすが決まっているわね。これは真似したくなる人が続出してもおかしくないわ。エルビスの影響を受けて、日本でも、ポンパドール&リーゼントヘアを真似するロックンロールバンドが増えた。中でも不良スタイルで一世を風靡した。横浜銀蝿がパンチパーマをかけたポンパドール&リーゼントヘアであったため、不良イコールリーゼント、という認識が広まったと考えられているぜ。リーゼントに歴史ありね。続いてはヤンキーの服装を見ていこう。服装もヤンキーにとって、重要な自己主張のアイテムよね。昭和のヤンキーたちのスタンダードスタイルといえば、上乱と短乱など、標準とは異なる丈の学生服や、土管、ボンタンなどの幅の広いズボンを着込んでいたんだぜ。上乱って、応援団が着ているような制服だよね。その通り。もともと国士官の大学や、高校の応援団の団員が着用していたことが始まりで、国士官高校の一部の生徒が暴走族に所属していたことも重なって、1970から80年代の不良中高生を象徴する制服としてブームとなったんだ。そもそもなんで応援団は長乱を着たのかしら。激しい動きの中でも裾が乱れないという機能的な理由があったんだぜ。ちゃんと意味があることだったのね。また、短乱にしろ長乱にしろ、学乱の裏地に刺繍を入れているのも特徴だぜ。見えないところにもこんなこだわるなんて、今の若い人よりオシャレかもね。でもこの刺繍代高そうだけど、お金はどうしてたのかな？親が出してくれたのか、ヤンキーもアルバイトを頑張っていたとか？ヤンキーらしくカツアゲかもしれないな。このヤンキーファッションは、1980年代後半より、急速に終焉を迎えていくぜ。何かあったのかしら？学校側もヤンキーの変形学生服対策として、ブレザー型への制服のモデルチェンジが始まり、学ランを採用する学校が減少していったんだ。確かに最近は、学ランの制服自体をあまり見なくなったよね。その理由がまさかヤンキー対策だったとは。先生たちも相当手を焼いたんだろうね。そしてヤンキーのファッションとして欠かせないのが、マスクだ。マスク？ヤンキーたちは衛生観念が高いの？いや、ヤンキーたちがマスクをつけてた理由は、不良行為をしやすくするために顔バレを防ぐため、シン、で溶けた歯を隠すため、タバ、で黄ばんだ歯を隠すため、などといった理由からだ。なるほど、実にヤンキーらしい理由だわ。ちなみにマスクに書いてあるバッテンは何を意味しているの？おそらくだが、バットをこじつけてバッテンにしたんだろう。なるほど。コロナ禍が始まるずっと前からヤンキーは、マスクでオシャレを楽しんでいたのね。続いてヤンキーのカバン文化について見ていこう。昭和時代のヤンキーには、革のカバンを薄くする文化があったんだ。何のために薄くしたの？理由は単純にカバンが厚いのはダサい、薄ければ薄い方がかっこいいと思われていたからだ。一昔前には、腰パンがイケてる、みたいな風潮があったけど、それと同じようなものね。そうだな。
何が流行るかわからないものだぜ。だけどあんな硬い革のカバンを、どうやって潰していたのかしら。カバンの潰し方はまず風呂場にカバンを持ち込み、熱湯をかけて革を柔らかくする。漬物石などを重しにして数時間待てば、薄くて、細くてかっこいい、ぺちゃんこカバンの完成だ。もはやカバンとしての利便性はなくなってる気がするけど、それよりかっこよさが大事なんだよね。ああ、やがてカバンが薄いイコールかっこいいの方程式は、ヤンキー文化にとどまらず、当時の中高生の共通認識となり、カバンの薄さは、知能の薄さ、という標語も作られたくらいなんだぜ。うまいこと言うね。ヤンキーからすれば、そんな標語さえ名誉あることなのかしら。またカバン文化で言うと、持ち手にテープを巻くのもヤンキーのお決まりだった。何のために巻くのかしら。テープには赤と白の2種類があり、赤テープイコール食ってかかります、白テープイコール挑発に乗りますという意味付けがあったんだぜ。何その危なっかしいメッセージは。白テープと赤テープが遭遇すると一触即発は避けられないじゃない。よほど腕っぷしに自信がないとできないことだわ。続いてはヤンキーの乗り物について解説するぜ。不良たちが乗り物好きなのはいつの時代も同じよね。ヤンキーが乗る車をヤン車と呼ぶが、その特徴はまず、車高がめちゃくちゃ低いということだ。めっちゃ低いじゃん、地面スレスレだけど。あまりに下げすぎて、段差を越える時にバンパーや腹下をすることなんて日常茶飯事だぜ。また、タイヤに極端に角度をつけ、ハの字にするカスタムを鬼剣というが、ヤン車は車高を落とした上で、鬼剣にするのも鉄板なんだぜ。これ普通に危ないやつなんじゃ。さらに、窓に黒色のスモークを貼って中を見えないようにしたり、サイドガラスには黒いカーテンをつけることもある。それ今の時代なら職質案件でしょ。っていうか普通に違反で捕まるぜ。その他にも白やピンク、黒などのファーをダッシュボードに敷いたり、バックミラーに何かをぶら下げたり、1111-8888などのゾロ目ナンバーに、ナンバープレートも光らせる。車が揺れるほどの大音量で音楽をかけて走行するなど、ヤン車あるあるは豊富だぜ。目立つからわかりやすいわね。万が一遭遇したら速攻で道を譲るわ。そしてヤンキーの乗り物といえば、やっぱりバイクだよな。それは外せないわ。暴走族は誰でも一度は聞いたことあるんじゃない？そうだな。暴走族はバイクで夜な夜なカラブカシや、ローリングなどの違法運転を繰り返す、反社会的なグループだ。暴走族のバイクの特徴といえばこれだ。派手なペイントもそうだけど、一番わかりやすいのは巨大な背もたれよね。そうだ。これがついたバイクは 100% の確率で暴走族だ。万が一見かけたら、すぐに路肩などに車を寄せて安全を確保した方がいいぜ。こんなの写真や漫画でしか見たことないけど、暴走族って今もいるの？2020年時点で、日本全国に131グループが確認されているぜ。結構いるのね、根深い文化なんだね。それでもグループ数が最も多かった、2002年の1313グループと比べると、10分の1だからな。絶滅危惧種には違いないぜ。ピークは昭和じゃなくて平成だったんだ。それは意外だわ。続いてはヤンキーの自転車を見ていこう。これがヤンキー仕様の自転車だ。何これ、ハンドルがすごいことになってるけど。これが俗に言う鬼ハンだ。鬼ハンとは鬼ハンドルの略で、自転車のハンドル部分が鬼の角のように上に上がった形になっていることから名付けられた。こんなハンドルを曲げる意味あるのかしら。一応鬼ハンは通常のハンドルよりもグリップ位置が高いから、座高が高い人には持ちやすいというメリットはあるみたいだが、鬼ハンにする一番のメリットは、とにかくかっこいいことだ。結局それね、当時はこれがかっこいいと思われていたのね。それにしてもハンドルはどうやって曲げたの？六角レンチを使ってハンドルを緩ませ調節、鉄パイプを挟んで力任せに、へこまないようハンドルの中に砂を詰め、外から熱するなどいくつか方法はあるみたいだな。普通に大変そうね。いつの時代も不良は、乗り物にはお金も労力もかけるものなのね。最後はヤンキーの言葉遣いについて解説するぜ。ヤンキーの言葉の特徴といえば、難しい漢字を使った当て字だ。代表的なものは、よろしくだぜ。これは基本中の基本よね。パソコンでも変換できるし、意味を知らない人の方が少ないくらいに世間に浸透している単語だわ。他にも、本気と書いて、マジ。勘と書いて男なんてのは現在でもよく使われるぜ。語源がヤンキー言葉だったなんて意外だわ。あとはマブダチ、ありがとう、大好き、相思相愛、I love you など様々なヤンキー言葉が存在するぜ。
結構難解ね。ここまで来ると古典だわ。続いてヤンキーの口癖で代表なのが、あーん、だ、これは、わっと、という意味だぜ。決して喘ぎ声ではないのよね。もしそうならかなり気持ち悪いぜ。そしてヤンキーは、あーん、というと同時に少し頭を上げて、威嚇効果を上げていたんだ。それもよく見かける光景だわ。ヤンキーは鶏みたいに顔や首がよく動くよね。ただ、染みついた言葉遣いは恐ろしいものだぜ。怖い先生に名前を呼ばれた時にも、あーん、と返事をして、痛い目に遭うヤンキーもいたみたいだな。当時は先生もヤンキーに負けず怖かったのよね。安易な発言には注意が必要だわ。もう一つヤンキーの代表的な口癖は、こらだ。こらー、は大人が子供を怒る時に今でも使われてるよね。ヤンキーの場合、舐めてんのかこら、やんのかこら、なんだとこら、と末尾に必ずこらをつけていたぜ。こらが多すぎて内容が入ってこなさそうね。その他にも、冴えない、パッとしないなどの意味の、シャバい。少年院のことを、年少。不良症状、スケバンなど、ヤンキーの語彙は実はものすごく多いんだぜ。これだけたくさんの言葉を生み出すって、ヤンキーって実は頭がいいんじゃないかしら。以上、令和じゃ考えられない昭和、平成のヤンキー文化を紹介したぜ。いやー、なかなかのカルチャーショックだったわ。本当に日本にこんな時代があったなんて信じられないわ。今回紹介したのは、ヤンキー文化の一部に過ぎない。それくらいヤンキーは、一大ムーブメントを築いていたんだぜ。今でも、東京リベンジャーズや、今日から俺は、みたいなヤンキー作品がヒットしたりしてるものね。若い人の、悪イコールかっこいい。っていう価値観は根深いから、ヤンキー文化が再び盛り上がることも考えられるかもね。治安が悪くなるのは事実だから、個人的には勘弁願いたいぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。